と今日は、東大島駅は東口側に来ています。で東口の前回はここ改札口出たら右に行く、つまり南に行っての神田の広場でのランニングコースを紹介したんですけど、今日は駅を降りたら左側に行ってもらいます。左側に東大島駅の東口から降りて、駅を降りたら左側、つまり北側に向かいます。やっぱり2分か3分ぐらいで歩いてくるほんと近いんですけれども、自由の広場っていうその広場があって、そこのランニングコースを今日は紹介しますので、今日はこちら側に行ってみましょう。